ンサートの前日なのでできないんです。今日はちょっとむくまないようにどうしようかちょっと考えてたんですけど、ちょっと何も思いつかなかったですね。何食べようかなとか思ったけど、もう多分あんま変わらないんで今日か。でも何も気にしなさすぎてやばい普通に。なんかさ最近さエアポッツのさにめっちゃ強化でっかいキーホルダー大量につけてたのに、なんか全部ちぎれちゃって、だからめっちゃよくその忘れちゃうんですよ。だから大きいキーホルダーつけたいと思います。なんかたまにプレゼントでみんながキーホルダーとかなんかお土産とかでくれたりするので、なので今日か今これもつけちゃおう。でもこれ邪魔か、さすがにでかすぎるか、こっちにします。これはサクがくれたやつ、芋蒸しパンつけてたのにさ取れちゃったんですよ、ね、これもつけたい。ボールチェーンないのかな。ないね。ほらなんかちぎれちゃってるんですよねキティさん。ほら困ったものだよ。つくかな。蒸しパンキティちゃんだらけ。てかほんまにさあれやわ、イヤホン欲しい。ずっとうどん使ってて普通に写真とか撮るときにさイヤホンつけてたら恥ずかしいもん普通に。自分そういえばうどんなんやったってなる。普通にもう今時さうどん使ってる人そういえばおらんくない。ちょっと待ってやばいかも、買わなきゃ。でも高いやんイヤホンって。でも自分音楽好きやからこそいいイヤホン買った方がいいなってちょっと思ってる。音質が多分きっと全然違うからさ買わなきゃいけないなと思ってるんですけど、なんか変やなこれバランスだな。結婚はちょっとあれですね、明日本番で忙しいので無理ですね。あほんまによかった。わかる、あんま人がなんかイヤホンつけてるとこそんな見たことないから、まあ別に全然いいんですけどね。けどエアポッツプロかビーツかボーズみたいなボーズもあるやん、いいってよく聞く。ビーツも絶対いいよな。で結局 AirPods Pro がいいのかどれがいいのか分かんなくて、音質がいいやつでもノイキャンが強すぎるのもちょっと危ないなって思うんですけど、結婚はちょっとね明日本番なのでできない、さすがにと。なくなったら悲しいから。ねえこれ、あこれつければいいか。これだけでも結構存在感あるけど、これ邪魔かな。つけたらでもよくなくすし、大きいのつけとこ。ほんまに鍵とかってさなくしちゃうからさ。明日来てくれますか。坊主低音響く感じ、欲しい。ヒップホップがよく聞こえるヒップホップがの音楽をより楽しめるもの。これつけようかな。違う、これなんか取れちゃってんな。全国各地地位かは今の気持ちや。なんかあれですね、早いという気持ちです。もう明日なのっていう気持ちになります。びっくりしてる。だからなんか結構この間まで時間あったんですけど急に明日になってて、なんかずっとさなんかもうそんなまだあと1ヶ月あるしとか言ってたんですよ。ほんまにほんまに、まあ、多めに言ったらあと1ヶ月やんみたいなずっと言ってたんですよ。ほんまにあと1ヶ月あるから大丈夫大丈夫って言ってたら明日になってた。マジでびっくりしてます。ルシの顔えぐい顔してるかわいいでしょ。てかさなんかジェラピ系でさルシのコラボがさ出るらしくてさ
ちょうがちゃんさ、それ知らなかったんですよね。でも教えてもらいました、教えてくれました、報告してくれました。だからね、買いに行かなきゃなんです。なんか服とスリッパがめっちゃ可愛くて、普通にやばい、どうしようかと思った。あれめっちゃ欲しいんですけど、もう売ってるんかな。なんか最近さ、ルシファーのグッズめっちゃ増えてない？やばいくない？普通にルシの時代来たってこと？まあ言うて教科もね、ルシ歴めちゃめちゃ短いんですけど、だってなんて言ったって教科はディズニーストアでルシに一目ぼれしたわけですから、それまで知らなかったわけですね。ルシのことはまずディズニーキャラ全然知らなかった、知らなかったんですけど、ディズニーストア行ってなんだよこんな顔してと思って、なんか好きになったですけど、なんかでもディズニーストアでも本当に少ない数だったんですけど、なんかすっごい最近ルシグッズが増えてきてて、やばいかもしれない、ルシの時代なのかなみたいな。マブラありがとう、きょうちゃんからして好きになった。これはさ、好きになるくない？可愛すぎるでしょ。しまむらのなんかコラボのやつも買いに行かないといけないし、あとアイマスク超可愛かった、やばい、あれでルシになれると思ったらやばいな。あとそのジェラピケも欲しいし、あとディズニーストアで売ってるやつも買いに行かないといけない。だから今ルシグッズに結構覆われてて、買わないといけないものがたくさんあるんですよ。キョウちゃん先取りしてるなって思ってたね。キョウカがハマった瞬間にってこと、これそれか、なんかな、普通に。キョウちゃんにそっくり、わかる、たまにこういう顔してる時あるもんけど、たまにルシファーみたいな顔してそうな時あるけど、フわからん、教科に流行りが乗ってきてるのか、ほんまにこれから流行らそうってしてた世間の思惑にまんまと引っかかってるか、どっちかわかんないんですけど、なんか昔からなんか教科がちょっとハマったものがすぐに流行るんですよ。多分世間の思惑にまんまと引っかかってます。でも大入りする前に気づくねん、それ。なんか昔からそう、先輩に怒られた時そんな顔して、先輩に怒られたとこ絶対見てたの大人やん。ハートありがとう、お昼寝クッションねえ、それ超可愛かった。なんかさ、めっちゃまん丸でさ、そんな丸め込まれてあんたってもうってなりました。可愛い、ちょっとほんまに見てほしい、ジェラピケのルシファー。なんかね、オシリンさんが教えてくれた、可愛いでしょ。でその後ユキさんも教えてくれた、あれ見たって。ユキちゃん知らなかったんだ、これあるの、いつからこれ。でおかわいい、結婚して、ちょっとコンサート前日なので無理です。結婚して、今日誕生日なので結婚してください。まあ誕生日当日なら OK です、おめでとう。そしてきょうちゃんとの結婚もおめでとう、ハッピーバースデー。マルチカバー、布団カバーってことかな、枕カバーもかわいい。ええってかさ、このアイマスクウインクしてる、もしかしてウインクしてるくない？かわいい。え待って、
さ、お昼寝クッションやばいかも。欲しい欲しい。後ろ姿やっば、なんかもう、うん、後ろ姿からさ伝わってくる、このルシの顔、こんな顔してるんだろうなって思うもん。わあかわいい横顔、わあかわいい。これなんで穴開いてんの。10月18日、あ、まだなんや。待ってよ、名古屋売ってなくない？これが噂の名古屋飛ばしですか？やばい。表参道ヒルズ、ルミネ、有楽町、グランツリーブ、なんとか小杉店、ラゾーナ川崎プラザ店、ララポート海老名、レイクタウン風、ララポート東京ベイ、万代ビルボードプレイス、ルクア大阪、堺福岡。やばい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 、やられてますこれ、やられてます、やばいですこれ。ルクア大阪やん、全然いいけどさ、やばいこれ名古屋飛ばしです。やばい、普通にやばいこと起きてます。名古屋飛ばし起きてます。初めて食らいました名古屋飛ばし。まああんまり今まで名古屋飛ばしされてたとしても、まあ、あんまり関係なかったんですけど、結構初めて食らってます。ララポート飛ばし、ララポート飛ばしじゃない、名古屋飛ばし、ララポート。でも大阪で買おうと思ってもルクア、ララポート大阪移転だって。やばい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 こと起きてます。普通にこれ買いに行こうとしてたんですけど、ネットで買えって話か。普通にやばいこと起きてる。待って、名古屋飛ばしってこういうことなんですか。めっちゃ悲しい気持ち。普通に飛ばさんといてよ、名古屋でも買うのに。なんで飛ばされたんです。それな、僕がいるのに。お昼寝クッションが欲しいです。結婚してちょっと名古屋飛ばし食らってるんで無理です。10月5日でファン歴16年です。すごいすごい長い。これからもちょっと好きでいてください。横31センチ、そんなにあんの？欲しい、マジで欲しい。でもさ高くない？9000円。ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。でも可愛い、ほんまに可愛い。だる、明日も早起きです。アイマスク可愛いしさ、これも可愛いしさ、もうやめてよもう。なんか全部ウィンクしてるやん、こいつ可愛い。なんだこのブランケットみたいな、フードかぶりたいかも。惜しい。これなんぼですか？ん？ポンチョなんや。え、待って、ルームブーツやばいかも、めっちゃ可愛い。6000円。結婚してちょっと名古屋飛ばし食らってるので、ちょっと今はショックから結婚はできない状態になってます。え、待って、これまっちゃんないですね、なかったです。ポンチョもなかったです。やばいって、やばいって。ポンチョ可愛い、おちい。え、後ろ姿可愛い、尻尾ついてる、可愛い。てか名古屋飛ばしって言い出したん誰ですか。悲しいんだけど普通に。ねえねえねえ、悲しいんだけど、どういうこと。てか普通に名古屋飛ばし出したんってまず最初誰なんやろ。普通になんで名古屋飛ばそうと思ったんやろ。悲しい話やで、ほんまに。まあいいけど、ルクアやなこれは。
なんか普通にネットで買えばいいよね。ね、飛ばさんといてほしい、ほんまに。ネットでは買えるはず、多分ね。めっちゃ悲しいんだけど、名古屋飛ばしってこんな気持ちになるんだね。今日は新しい感情を学びました。名古屋飛ばしされた時の感情を学びました。まあ名古屋もジェラピケも悪くはないです。そういうことです。そういうことだ。やばい。なんか最近さ、なんかバッチリメイクすることがほんまに少ないからさ、明日も楽しみなんですよね。え、てかさ、マジでリップなくて、リップ買わないといけないんだ。名古屋を通過する。え、嘘。え、新幹線って名古屋止まるくない？必ずしも。それやばいな。きょうちゃんこんばんは。11月31日いけるかもしれない。え、ほんまに嬉しい。待ってる。まあ、ちなみにこの日はハリーポッターなんですけど、待ってるね。昔名古屋泊まらなかった。え、じゃあ名古屋の人ってどうしてたんですか？もしかして、え、どうしてたんですか？かわいいシュークリームありがとう。ジャスチューだからごめんねダーリン、ダダダーリン、シュークリームで仲直り、コンビニのだっていいじゃんってことですか？サッカーボールありがとう。ショートケーキありがとう。ひろちゃんに魔法使われるわけですか？私魔法使いなので。モンブランありがとう。みんな明日来てくれますか？きっとまだ間に合うので、本当に絶対来てほしいです。プップップ仕事の疲れが吹っ飛んだ。お疲れ。ショットケーキありがとう。明日何があるか、まあ来てのお楽しみなんですけど、楽しみにしててください。ミラボありがとう。ちょっと確認だけして寝なきゃいけないですね。でも今日早く寝れそう。お腹空いてないし、今日は久々にちょっとゆっくりお風呂使っちゃおっかなみたいな。お風呂使ってって言われてから、まあ確かに使った方がいいかってちょっと納得したので、使ってみようかなって思ってます。3日目1回で見て待ってますね。3階から、あれ明日ですか？やばい、目痛い。香水でも詰め替えるか。そう、ファインヒートの季節が来たなと思って、メイクするの楽しみだな。ショートケーキモンブランありがとう。うわっ、でも洗濯しちゃった。大水かました可能性あります。まあ少しぐらいいけるか。で、てか普通にリップないんですけど、どうしよう。リップがない。なんか全部使い切っちゃった。ドンキ行きたい可能性ある。うん、くさいな。髪型決めた1日目は。だけどそれ以降どうしようかなって
もうでも分かるでしょ、京香が、京香が髪型どうするかなんて見当つくでしょうが。それです。1日目は一旦それにしてみるけど、ちょっとほんまにそれ以降分からん、もうどうしよう、3日間連続同じ髪型とかちょっと思んない、さすがに。カップケーキありがとう。どうしよっかな、どうしよう。1日目は決まってるんですけど、それ以降ほんまにない、もうないです。え、マジで3日間同じ髪型にしようかな、それはやばいかな、やばくはないか。でもね、今日ね、ジェイキでお互いのなんか髪型どれが好きかっていう話をしてたら、なんか今日か絶対ポニーテールだろうなと思ってたら、意外となんか巻き下ろしって言われた、びっくりです。でも今日か公演の時さ、巻き下ろししたらさ、なんかめっちゃ髪の毛邪魔やしさ、すぐ巻き取れちゃうのが嫌で、なんか今日か巻き取りやすくて、でポニーテールじゃないわ、巻き下ろしやったら結構すぐに取れちゃうから、ちょっとあんまり公園で巻き下ろしやることないんですけど、なのでまたやろうかなと思ったんですけど、なんかまあ普段遊んだりするときは常に巻き下ろし。どうしようかな、ほんまに髪型めっちゃ悩むねんけど、2日目、なんだろう。うわ、でも暑いからさ、下ろしたくはない、崩れそうやし。うわー、やばいやばい、めっちゃ垂れてきてる、やばい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 って、やばすぎ、もう。11月30日待ってるね、嬉しい、ありがとう。やばい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 、いや、てかさ、香水なくなりそう、普通にやばい、もうどうしよう、次の香水もどうしよう、あー、もうだからといってなんか香水持ち歩きたくないやん、邪魔やし、割れたら嫌やから、だから詰め替えるしかないねんけど、なんか詰め替えたらなんかに匂い変わるっていうか、なんかちゃうんですよ、ちゃうし、詰め替える時にめっちゃこぼれるから普通にもったいないっていうのはあるけど、たまにめっちゃでっかいのとかあるやん、どうすんねん。あー、洗濯できちゃった、もうそろそろ終わらないとあかん、あー、もう嫌、マジでふざけんなよ、今日あかん、香水あれやわ、今日詰め替えにくい日でした、これぐらいでいい、きょうちゃんと同じ香水の人絶対いないと思います。でもさ、自分の匂いって思われたい、なんかキモだからさ、ちょっと次の香水どうしようかなと、わー、いい匂い、どっちやねん、はい、こんな匂い、教えてほしい、いいよ全然いいよ、本当だ
やばい、やっぱ今日ってお風呂浸かるべきやんな。やってみるか。え、来るの早めにしといた方がいい。ちょっとショールーム終わりたくないんですけど、でもなんか今日お風呂使ってって言われたんですよ、みんなに向かって。みんなしっかりお風呂使って疲れを取ってねというふうに言ってもらったんですよね。だからそこで結構気づかされて、あ、やばい、お風呂確かに使った方がいいのかもってちょっと思ったから、お風呂使ってみようかな。めっちゃめんどくさいんですけど、普通に考えてですけど、でもなんかほんまにめっちゃ疲れ取れるんですよ、あの入浴剤結構やばいんですよね。だから結構あれ使い始めてからお風呂入るの楽しみになったって言っても過言ではないくらいめっちゃ良くて。じゃじゃん、今日もナタデココもらってきたんだ、嬉しい。だからちょっと入ってみようかな。でしっかりとスキンケアしていいの使ってみて、でまつげ美容液も塗って、10月20日の幕張一部撮りました、嬉しい、待ってるね。みんな今日までの幕張2日間申し込んでくれた方ありがとうございました。じゃあちょっと明日からね3日間周年コンサートが始まるので早く寝てみたいと思います。結婚はちょっと今から人生最大の敵と戦わないといけなくて、お風呂なんですけど、だから忙しいです。幕張取りました、嬉しい、待ってるね。あかん、やっぱお風呂入ろう。やっぱね今日は足が疲れたので、誕生日を全力でお祝いする、それは待ってます。ということでちょっと頑張ってきます、頑張ってみます。今日はちょっと早めにショールームしてみたんですけど、明日も頑張る。てかね、めっちゃ寝た方が良くて、今日めっちゃ寝たけど眠かったからちょっとよく分かんないんですけど、でもめっちゃ睡眠大事で寝た方がいいなって思うんですよ、よくだからほんまに本気で今日かなんかコンサートの時っていつも寝不足やねんな。なんかまあ朝早いしなんか寝れんくて寝不足なことが多くていつも悔しい思いしてるから、マジ今日早く寝ます、はい、さよなら。13位宇治、12位山ぶどう、11位ワッチ、10位マリナス、9位リニア、8位アンドハロー、7位ズッキー、6位おむすびさしき、5位アキラ、4位オーエ、3位ピオリン、2位トシさん、1位 M でした、ありがとうございました。すっごく松葉の調子が良くて可愛いです。おやすみなさーい。バイバイ。